カフェステラと死神の蝶。チョコレート手作りするなら言ってよ。とっておきの教えるから。手作り、それってあからさまに、ですよね。言い訳しようがないくらい本命よね。重いって思われそう。思うかな。すっごく喜びそう。てわけでどう、手作りチョコ。手作り、本命、手作り、メイちゃん倒れた。顔真っ赤ですね。もうわかんないです。頭がパンクする。いいね、恋する乙女。もんもんとしていいね。してるっていうか、させてますよね、すずねさんが。可愛いからいじりたくなっちゃうよね。もう許してください、こういう話得意じゃないんです。興味 100% と言いましたが、もしアプローチするのなら応援も手伝いもしますよ。高峰さんとメイさんには幸せになっていただきたいですし。私もできることがあったら言ってね。私が言うのもなんだけれど、この話はそろそろ終わりに。日内谷さんもう限界そう。はい、限界です。恥ずかしい。いいね、青春。私には遠い昔だ。すずねさんもまだお若いじゃないですか。社会人と学生の違いは大きいって。時間ってあっという間に過ぎちゃうからさ、後悔だけはしないようにね、メイさん。はい、考えておきます、自分の気持ち。